こんにちは、シトレイです。今回はですね、パリコレスナッププロ編ですね、この9月から10月頭まで、パリに行ってたんですけども、そこでたくさんその9000枚くらいかな撮ったんですけど、そこからギュッと厳選した10枚をお届けしたいなと思います。キッズ編はですね、10月末くらいにお届けしたのがあるんですけども、こちらもまたよかったらチェックしてみてください。概要欄に一応 URL 貼っときます。さあ早速いきたいと思います。1番目はですね、ドーン、こちらになります。ドリスバンノッテンで撮らせてもらった、人たちなんですけども、もうザ・ドレスって感じですね。もう柄かける柄とか色かける色のなんか洪水になってて、もうなんかしっちゃかめちゃかみたいになってますけれども、一人一人もまあそれなりにおしゃれなんですけど、あの束になると 1+1 が無限大になるのがいいかなと思ってます。あとまあ手前味噌なんですけど、私写真うまいなってちょっと思った。後ろのこの P とかが色こぼしてませんか？写真としての完成度強くございませんか？偶然なんですこう頑張って写真撮ってると、写真の神様がたまにこういう感じでギフトをくれるんですよ。で、頑張ってるじゃないか、いい感じの写真撮らせてあげるよっていう、なんか 上司からのハッピーギフトみたいなのがもらえるわけですよ。さあ次行きましょう。ドン。次もまあ派手なんですけども、これはバレンティーノの紹介状ですね。前シーズンあのバレンティーノが会場も全部ピンクだし、ルックも全部ピンクっていう、もうザピンクみたいな感じのショーを行ったんですよ。で次のシーズン今ですね、もうそれをこうして、こういう全身ピンクの女の人がものすごく今回の紹介状は多かったかなと思います。確かパリコレボリューム2の動画でですね、アミアヤちゃんがそのバレンティーノピンクを着てたかなと思うんですけど、そんな感じですごく全身ピンクのがすごいたくさんいた会場になってます。左のマダムはもうザッツバレンティーノピンクを着てて、で隣のそのパートナーの彼が派手なテルテル坊主みたいなものを着てるんですけど、彼多分こういうシルエットのドレスがすごい好きで、 LGBTQ の人なんですけども、それをすごく温かそうにその彼女が見守ってるんですよ。何着てても仲良さみたいなのが溢れててるからすごい好きです。次に参りますのはロジェ・ビビエの会場で撮らせてもらったんですけど、とにかくこのニコイチのファッションがすごく可愛くって、まあそれぞれ一人一人もあの見応えあるファッションなんですけども、じゃあ左からいきますね。ジャケットにピンクの表帯をして、かつヒョウ柄のパンツを履いているっていう、ヒョウ柄かける柄な感じがすごく可愛いなっていうところなんですけども、かつジャケットパンツスタイルにサンダルなんですよね。この抜け感がすごく可愛いんじゃないかなと思います。多分このピンクをピンクのタイにこうさせてるんじゃないかなと思いました。で隣の左の彼はですね、虎柄と幾何学柄みたいな、なんかナスカの地上絵みたいな柄のよくわからないシャツに、レオパード柄のジャケットを合わせているっていう、で靴も虎柄のスニーカーっていう、多分この2人はテーマがあって今日は虎みたいな感じでお題を出し合いながら来たのかなと思うくらい、ちょっとこうして可愛い2人組だなと思いました。あとはですね、まあパール男子は世界中で流行ってるんですけども、やっぱ男の子のパールは多いかなと思いますね。ネックレスとピアスか。さあ次行きます。これはですね、ミュウミュウですね。この3人組はミラノのマダム3人組ですね。ようやく来たかというアンナ・デル・ロッソですね。ちょっと知ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけども、アンナとその仲間たちがミュウミュウを着るっていうところなんですけども、やっぱりミュウミュウは次のトレンドみたいなやつをすごく牽引していく一つのブランドじゃないかなと思うんですけども、まあ、詳しくは25日からセミナーがあるんで、トレンドの話は詳しくしたいなと思っているんですけども、個人的に好きなのはですね、モハモハした靴下の感じとかすごい可愛くないですかね。バレーシューズに靴下みたいな感じとか、スケスケなのに足元もこもこなんかいって、暑いんだか寒いんだかよく分かんない感じのやつが結構いいんじゃないかなと思います。あと何がいいって、このミュウミュウの甘々なそのルックをこの強い顔をしたマダムが堂々と着こなすっていうのが、私的にはすごくかっこいいなと思いました。やっぱり年齢でもないし、着たいものを着たい人が着ればいいんだなっていうのを3人組からはすごい感じます。さあ次に行きます。
これも見てほしかったんですけど、まあ、ミューミューガールズなんですけども、ボーイズですね。でも着てるものは全部一緒なんですけども、なんかでも男の人が着ても全部あんまり違和感ないなっていうのを感じました。っていうのはストライプのシャツと、まあ、チェックのスカートなんですけども、柄だけで言うとこういうスーツの着方結構するなと思うと、お腹だけ隠しちゃえば割と違和感なく見れるなっていうのが割と一つの発見でしたね。どん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 やっぱりファッションっていうのは性の区別っていうのはなくなってきてるんじゃないかなと思います。はい、続きましてはですね、堺の紹介状で撮らせてもらったんですけども、何がいいって彼女のこの足元見てもらっていいですかね。義足なんですよ。で、その義足の色とかを生かしたスタイリングをしているっていうのが私はすごくいいなと思っていて、それも義足自身も自分の持って生まれた個性だし、自分のチャームポイントだから、それを隠すのではなく生かすスタイリングですね。この場合はちょっとマットなゴールドの義足なので、堺のすごいボリュームのあるトップスの上のベージュがあるんです。そこと呼応させていたりだったりとかしているところがすごいいいなと思ってます。かつなんかすごく彼女のこの鍛えてる感じですかね、ちょい腹筋してるんですけど、このそのヘルシー感みたいなやつがすごくかっこいいなと思いました。かつですね、靴がですね、何履いてるかっていうと、ナイキ堺コラボの、シューズですね。結んでない感じも、もしかしてこれはこれかっこいいんじゃないのかとかって思ってしまいますが、多分私がやってるとそこら辺のおばちゃんとかにちゃんと靴結びなさいって怒られる感じかなとは思います。で、おおむねなんですけども、堺の紹介状にはこういう感じの自立したかっこいい女性みたいな人たちが結構多く集まってきたんじゃないかなっていうのを見て感じました。やっぱりブランドと来る人っていうのはそれなりにこう、なんだろう、キャラクターがこうしている部分ってあるなっていうのをこの紹介状で改めて思ったりしました。はい、次はですね、トム・ブラウンの紹介状ですね。もう見てください、何見てほしいって顔ですよ。顔どうですか、このイキった表情は、このドヤった表情、これ多分ね、鏡の前で100回くらいやんないと出せない表情じゃないかなってくらい、こんくらいかな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 、口ちょっと上げる、こんくらいかなっていう努力と賜物のようなイキった顔が素晴らしいなと個人的には思っております。こんなに生きれる人いないよ。トム・ブラウンの服って、トム・ブラウンという個性がものすごい強いブランドなんですね。なので大抵はやっぱりトム・ブラウンの服を着ている人みたいな感じにブランドが主張するスタイリングになりがちなんですけども、彼女の場合は上から下までフルで着ていながらも彼女の個性の方が勝っているっていう、ブランドを凌駕したキャラクターがあるっていうところが私はすごく素敵だなと思います。こういうね、生きった人大好きですね。お次はですね、ロエベですね。これもまた素晴らしいなと思うんですけど、なんかこの胸から下がツンツクツンツクしてるんですけど、これ今シーズンのアイテムで、ちょうど前シーズンもロエベのショーを見させてもらったんですけど、まあこれがまあすっごい素晴らしいショーで大喝采だったんですけども、形に対する訴求するすごいショーだったんです。だから面白い形のアイテムがたくさん出てきてて、で私はすごく感動したんですけど、実際リアルクローズにするとこれどうなるんだろうなとか、ショーピースなのかなとかって思ってたんですけど、実際やってる人がここにいたっていうのがすごく素敵だなと思いました。でも別に一見パッと見るとすごくさらっと流しちゃうくらいに、なんかこうシンプルなんですよね。まあっていうのはすごく、まあ言うて前は白いタンクトップと普通のデニムっていう定番&定番の組み合わせだから、一見流しがちなんですけど、よく見るとあれ尖ってないみたいな、なんかおかしくないみたいな、ちょっとした違和感を出させている、なんかそこがすごくジョナサンっぽくて、でもリアルクローズに落とし込まれててかっこいいなと思いました。まあちょっと歩きづらそうではあるので、こうやって撮ってるってことは、こうしなきゃいけないんですよね。多分これ以上手が前に行くと、ツクツクがこう前に出ちゃって大変なことになっちゃうから多分このままでいるのは結構デフォルトだと思うんですよ。でこれによって何が成し遂げられるかというと、姿勢矯正ですね。猫背が改善しますっていう、自然と背筋が良くなって前向きな生き方が得られることができますなんか変な宗教みたいになってますけどもさあ次に参りますのが、私が大好きなブルネですね。私のそのスタイルオンザストリートの写真集にも1ページ割いてブルネ特集があるんですけども、彼女の何がいいって、もスタイルがとにかくいいのと、顔、男前の女の人の顔なんですけど、あ、分かった、私何が好きかって、口の端っこが
ウィってなってる。この系列は誰があるかと言いますと、香取慎吾とか。昨日金沢行ったんですけど、昨日の金沢のシェフはウィット系だったけど、伝わらないな。洋服もすごく実は結構見どころがあるなと思っていて、大人の女性のクロップド、お腹がでもそのヘルシーにちょっとだけ見えている、その具合も大人の肌見せとしてはちょうどいい。多分日本人の女性もこれくらいがちょうどいいんじゃないかなっていうところと、久々にモノトーン気になっていることもあって、ちょっとモノトーンスタイリングも入れておきたいなというところです。トリを飾りますのはジバンシーですね。ジバンシーもパリコレ動画ボリューム2とかでご紹介させてもらったんですけど、これ何がポイントかっていう と、パンツですね。デニムのちょっとこうダメージを施したクラッシュしたハーフパンツかな、膝丈のパンツの奥に伝線したストッキングを履いてるんですよ。で、不思議なのがそれが膝から上なんですよね。なので適当に切っちゃったらくるくるくるってなっちゃうから、こういう形にはならないから、あえてこの膝下のストッキングっていうのを作ってるのかなと思うと、すごくこれが気になるなっていう。あとはストッキングとか見たい付けもちょっとアイテムとして気になっているっていうところもあってのご紹介ですね。あとちょっとロックな感じとジバンシーの持ってる美しい形のテーラードのジャケットの組み合わせもちょっと大人のカジュアルスタイルみたいな感じでいいんじゃないかなというところです。ちなみにですね、このみんなの持ってるビニ傘はですね、すごい大きい高い方のビニ傘ですね。で、かつ絵がシルバーになっていて、ジバンシーマークがプシッとついてるんですよ。なので実は手がかかっているっていう。ただそれ作るくらいだったら室内でおとなしくやってほしかったなっていうのもありますまあ寒かったんでね。でもただでもそれでも今回のショーは屋外じゃなきゃなりませんっていうこだわりがあったんでしょうね。で、ハザードとしてじゃあビニ傘作っとくかっていうのがあったんだろうなとは思います。まあこの世界観を伝えたい世界観に妥協しないっていうジバンシーの姿勢は素晴らしいなと思うし、ジバンシーの魅力かなとも思っております。さあ10人見たんですけれども、皆さんはどの人が気になったでしょうか。ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。あとですね、この厳選したその9000枚くらいかな、ここからギュッとギュッと厳選したスナップを用いてのファッションセミナーオンラインでの開催なんですけども、11月25日から12月10日2週間くらいですねを開催したいと思います。こちらもですね、ぜひぜひすごく今期のトレンドだったりとか、この時代の流れの変化みたいなものがギュッと詰まったセミナーになっているので、ぜひファッション業界の人も、あとはマーケティングの人とかも結構参考になるんじゃないかなと。あとはまあ普通に一般のそのファッション好きでおしゃれになりたいっていう人にも楽しんでもらえるセミナーになっていると思うので、ぜひぜひご覧ください。概要欄に URL 貼っとくんで、そこもチェックしておいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。